先行2人行きます。で1分後に僕がスタートします。5、4、3、2、1、GO。慎重に行きます。入れるようにするために、あーなるほど、最初開くときにもっと大きく、なんかバナナボートに乗ってるみたい。バナナボート。ドライスーツもさ黄色だしさ、はい、バナナガールズってどう？チームウェイ。黄色黄色。え、それ自前なの？自前です。へえ。え、ダッキー？ダッキーが。いや違う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 。ドライスーツ。撮ってるよ。なんかスペシャルな技やって。今これ意外と難しいですよ。この円を。ああ、なるほどね。もう完全にやばいと、このぐらいやばいと。よくできますね。絶対持ち合ってなるけどな。なるよね。普通はひっくり返るけど。すごい。え、もう、やばい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 。ちょっとこれで上がれるじゃん。最初から後傾して、後傾が伸びてるとね、なんか手だけでパタパタ動かすぐらいの感じになっちゃうから、基本は前傾意識して、最後、こう、またこうやって、ぐっとなるかなって。
骨しちゃうかもしれないけど、うん、なるべく前傾でいきたいですね。前傾ですね。はい。そう。水つかんで。2つ食べるかと思います。なんか、ここからまずストリームインするときにもうちょっと奥の流れ行った方が確実に行けそうな気がするでしょ。ここまで行ってね、ここで回してこう来て少し外までここゲートね、外まで出して、でここで安全に確実に回していう、ちょっと外まで出して確実にこういうふうに行けば、ね、そしたらどうすればここを通った後に逆側に行けるか、どうすればいいと思います？やり方はね、2つあります。1つは簡単、力強いスイープで、うん、回されるよりもこのスイープの力が強ければこっち方向に進みます、うん、力加減とかタイミングとか最初すごく難しいです、うん、もう1つの方法はこう入ってきた時に最後ね、自分は右漕ぎながらパドル立ててフォワード、うん、ほとんど回転つけないように、そんな強いフォワード漕ぐ必要ないから、その後スタンラダー、フォワード漕いだ後そのままスタンラダー入れるとどうなるかって、後ろに舵が入ると船はもうこういう風に回らなくなるの、舵のせいで。そうすると最後勢いつけてスーッそのままこうやって進んでくれるから、スタンラダーですね。うん、フォワード漕いだ後そのままスタンラダー、船がこのぐらいまで来たところでここでエディで放っとくとアップしちゃうから、うん、ダウンするためのテクニックがフォワードストローク入れてから、うん、スタンラダー入れましょうって話ですね。そうするとダウンしやすい。そうあ、なるほど、なるほど、うん、そう、うん、確かに鋭角でこう、うん、キュンとキャッチして回転すると、うん、まあ、我々あのド素人だと下に落ちちゃうけど、ちょっと外目にこう入っていってフェリードグラード気味に下から入っていくとキャッチパドル入れた時に船はもう落ちる可能性がないから、ないからガツッと水掴むとここを起点として、なるほど、こういう風な円を描けばぐるっと回った時に体はゲートの上にいるっていう理屈。はい、回すっていうイメージね。はい、でも最初に自分が言ったのは体を大きく振って、はい、ひねりの力でもうパンって回しちゃうっていう、うん、で中途半端なパドルでブレードが流れに対して6時になっちゃって何にもしてない時は、パドル入れてても水がつかまないから一番、うん、なんだろう、パドルに入れてる側には全然
こでギュッっていう切れの力でもう回しちゃってるんで、うん、だからずっとブレードに水つかみ続けてるから、うん、それで安定感を出してる。ダメ。間違ってないけどさ、もっとさ流れが強くないとさ、今のできてました。上半身をひねってパドルの向きがグワーンとなったから、そいつをグワーンと戻したくなる力が、バネの力が出るから、直角よりももうちょっと鋭角にしてますね。鋭角にするぐらいまで回すから。余計なことしそうになっちゃった。左に一瞬入ろうかなと思わなきゃよかった。はいはい、いいよ、船。はい、その下頑張って入るよ。
う上からでいいですよね。二回こすっちゃう。少し奥に出したら、ここからスピードつけます。急いだら、パンダだってこれ。最後横から、こう入ってきてここキャッチすれば、まあ、こんな感じで。素晴らしい。きれい。おー、いいね。漕いでいってゲートの手前50センチ、ゲートの上30センチぐらいのところにキャッチパドル入れます。じゃあ一回ね、悲鳴も上げてもいいよ。早く行ければいいんだから。そうすぐ下に向けてスタート。知らなかった、こんなとこにちっちゃい猫柳が。おお、かわいい。簡単じゃないんだけどね。ここでしっかりスイープ。あ、セーフ。すごい。